このスタジオでやるって思ってたんですが何も僕知らされてないんでパッパッとじゃ終わるとかいやもう1時間です、うん、そのまま56分で、うん、じゃあ行きまーす。リッキーキャンドーレッツ深呼吸、皆様こんばんは。こんばんはですね、こんにちはかなということで、今日はですね、まあ、4月11日の火曜日っていう、ことなんですけど、まあ、実は収録になってますから直接のね、メールとかは、対応できないんですけど、まあ今日はね、まだ、4月の7日っていうことの収録なんで、時事ネタもね、ちょっと控えさせていただくんですが、はい、もう本当にね、申し訳ない、あれ生で入ってんの、もしかしたら。あ、ツイキャスは今起動しました。あ、ツイキャスはそうなんだ、はい、ありがとうございます、高本さん、ありがとうございます。いや、4日の日はね、4月4日はやらかしちゃってね、8年間で俺初めてだよね。初めてです ね、だから本当に心配しました大丈夫かな。いや、普通だったらね、遅れますとかね、はい、急なあれで、今日はね、できませんとかっていう普通は来るよね。はい来ないってことは宇宙に行ってるか、はい、何言ってるかも。いや、もう本当に何かあったんじゃないかなと思ってそわそわしましたけどね。普通ね、今の現代人からしてみれば、はい、携帯があるから考えられないよね、はい、既読もつかなかったんでいや、寝てるだけだったらいいけどな、でもリッキーさん今までそんなことないしな。だからこの8年間なかったっていうことだからさ、これがね、俺たまちゃんっていうのがなんか奇跡になで、なんかね、巡り合わせみたいな感じで、今流行りの、セレンディビティっていうのかな、そういうのに、はい、そんな感じだったね。いやいやいや、申し訳なかったです、本当に。大丈夫でした、キャン君？どうにか、はい、もう、もう放送始めるしかなかったので、はじめましてかな玉子さん、よろしくお願いします。オープニングも、はい、実は玉子さん、大学の先輩なので。あ、そうなの？直接つながりがあるわけじゃないですよ。同じ大学出身なので、うん、その話から、どうも僕を後輩だと思ってどんどん使ってくださいみたいな形で話をどんどん持っていきました。でも1時間をね、沖縄国際映画祭の PR にはあれだから、まあ、そんな雑談もいろいろ交えてっていう、ね、はい、そうですね。なるほど、はい、まあね、まあ、4日にお聞きになった方はよく状況をね、ご存知かと思うんですけど、まあ、僕もね、もうだいぶ、第2回目からかな、沖縄国際映画祭は、関わりがあってですね、でそれ、たまちゃんとも、別の仲間でも、よく集まって飲んだりとかする、うん、お友達なんで、たまちゃんに、よく空いてる？来たよねって言って。俺が誘っときながら、もう本当にタマちゃんからもうガンガンメールと電話来てたしね、はい、まあ、もちろん折り返したけどね、ごめんねっつってどうしたのみたいな感じだったけど、まあ国際映画祭ね、15、16日、開催されますので、まあ、15日はまた、宜野湾市ではね、恒例の琉球海援祭、これが開催されます。4月15日土曜日、国際映画祭と同時になんですけど、まあ夜ですからね、皆さんぜひ宜野湾海浜公園、周辺でね、周りからも見れますし、最近人気なのがね、これ言っちゃっていいのかな、まあ聞いてる人がラッキーということで、三重コンベンションシティの屋上、はい、あそこがね、この琉球海援祭ビューが最高の場所なんだよ、実は。おあの高さといい、はい、もう目の前にマリーナがあって、はい、もう最高のもうシチュエーションで、はい、花火が見えるという。
今も聞いてる人だけがラッキーだけども、あそこね年々増えてるらしいんで人が。あ、まあまあまあそうですよね、皆さん多分気づいちゃって、うん、で三栄側ももうあの了承してるわけ。お、そうなんですね。毎回も開園祭は屋上をもう、はい、開放するような感じでね。おお、あ、もしかして駐車場として止めるわけではなくて、うん、もう人が入れるように。そうそうそう、駐車場は多分制限して、屋上に行けなくするんじゃなかったかな。おあの人も車向いたら危ないじゃん。そうですよね。だから多分車はね屋上に入れなかったと思うんだよね、その時は。すごいですね、うん、だからそういうあの設定でさ、皆さんにおもてなし、三栄公明正していてね、皆さん日頃買い物しましょうね提供してくれてるので。いや本当にありがたいですよね、うん、そんな感じでぜひね、まあ、琉球開園祭も楽しんで、沖縄国際映画祭もね、また16日は、国際通りでレッドカーペットがありますから、これがお昼頃かな、お昼ぐらいにレッドカーペットがあります。毎回ねもう素晴らしい、まあ、吉本芸人はもちろん、大勢来ますけど、もうテレビとか映画で見るね、あの俳優女優さんとかね、スターがまた来ますから、はい、ぜひあれももう毎年恒例になってるから、あの国際通りがさ、もう天物館前が、なんていうかな、最後になるのかな、スタートがね、あれ なんていうかな、公設、旧公設市場の、はい、あの交差点があるところ、あれ何通りだったかな、あそこからあるレッドカーペットがスタートして、天物館前までなんだよね。うん、あの純駆動がある通り、国際通りにこう突き当たる、あれ何橋って言ったかな、そこの交差点からスタートして、レッドカーペットがね、あの始まってるので、ドンキホーテがあるよね、ドンキホーテ前あたりからかな、あの辺から、天物館前、また旧三越のね前あたりまでっていう形でレッドカーペットがありますので、はい、ぜひあの皆さんね、あの早めに行かないともう大渋滞しますので、車も止めれなかったりね、しますので、ぜひ16日のレッドカーペットも楽しんでください。はい、ということで、今日はあの収録になりますけど1時間お付き合いください。 FM ギノワンレッツ深呼吸、この放送は阿蘇山の天然水を贅沢にサーバーで飲めるプレミアムウォーター、陸上の小さな海サンゴ畑の提供でお送りいたします。実は僕もレッドカーペット歩くんですよ。何回目かな、多分6回目、約6回目ぐらいなんですよね、レッドカーペット歩くの、まあ、こんなど素人がねレッドカーペット歩いても、見る方はねみんなあのカメラ構えてスマホ構えて、芸能人が歩いてるだろうと思って、そういう目で見てるから、あの何回、何年前かな、3年ぐらい前だったと思うけど、4年、コロナの前だから4年ぐらい前か、あの宜野湾の、宜野湾のトロピカルビーチの方でレッドカーペットがあって、でそれに僕らも歩いてて、あのビーチだからとても眩しかったからサングラスかけて歩いてたんだよね。そしたら目の前にいる中学生が、あ、テレンスリーダー、テレンスリーダーって俺のこと指さしたから、周りがね、俺に注目してバシバシカメラ撮るんだよ。いや、もうあの、いや違うよ違うよってもう見えない状況でさ、もうただ手を挙げてねやったら、でそしたら
違うよこれ違うよとかって言いながらめっちゃちょっと恥かいたというテレスリーに間違えて間違えられてどんどんねカメラ向けられたっていう。お、エマちゃんこんばんは。エマちゃんこんばんは。北海道からどうもね、沖縄も暑くなってきて、あ、今日はちょっと涼しいけどここのところね23度4度っていうふうに暖かくなってきてますので、北海道もどうかな、もうだいぶ雪が溶けて、桜前線はまだまだだな北海道は。これからですね、エマちゃんも元気でしょうか、ラントさんはどちらなのかな、はい、ね、よろしくお願いしますということで、16日ね、レッドカーペットを楽しみにしてます、ね、久々なんで。あ、愛知県ですか、愛知県民。おー、今注目されてるいろいろと、あの、ジブリパークだったね、名古屋のね、あれとかさ、あと山奥でね、空飛ぶ車、2025年の大阪万博で、人を運ぶためのねドローンを開発してる、なんとかスカイっていうこの会社がね、山奥で実証実験というかずっと実験やってるんだよね、愛知県の山奥で。大河ドラマジブリパーク、トヨタ、あ、ね、話題ですよね愛知県。そうなんですよ、僕も2回ぐらいしか行ったことないけどね、いいですよね、意外に都会で食べるものが、味噌カツ、味噌カツと、なんだっけな、何だったっけな、ひつまぶしで、あまり食べるのは覚えてないな。こちらは鳥インフルエンザが、鳥インフルエンザが3年マウスとして大変な状態、マジ北海道？沖縄も少し前ありましたからね。沖縄もあったけど、あれ始まってんの？まだだよね。まだですよ。あの、そろそろ CM 入ります。あ、そろそろ CM 入るんだ。そうなんや。ヘッドホンでじゃないとちょっと聞けないので。千歳市で3例目、聞こえないな、あ、ちっちゃく聞こえるね、ちっちゃく、これぐらい、あ、エマちゃんも元気ですかね、全然会えてないな、沖縄に遊びに、北海道が遠いか、あ、でもピーチがね、今飛んでるからな、ひとっ飛びで来れると思うけど、北海道の信玄ラーメンが食べたいあ、めちゃくちゃうまかったな、沖縄もね、だいぶラーメン屋増えたけどね、今は新人育成の力を入れてます。おー、エポールダンスの新人育成、はい、ではマイクを置きます。はい、どうも、レッツ深呼吸をお届けしています。今日はですね、生じゃないんですけど、だからあれだよね、ツイキャス見てる方もあれ火曜日じゃないんだみたいな感じで見てんのかな。そうだと思います。だよね、はい、今収録なのでだよね、収録してる日付としては4月7日金曜日だよね、はい、
通常はね、毎週火曜日の6時なんで、はい、あれなんでエモちゃんも、あって一瞬思ったけど、あれが来るからね、通知がね、通知が来ますんでね、ありがとうございます。嬉しいね。はい、ということでね、まあ、一応収録ってことなんですけど、まあ、3月4月はですね、まあ、個人的な話になりますけど、うちの家族とか、もう親族家族の誕生日が3月4月に集中してて大変なんですよ僕、ある意味。昨日が娘の誕生日 で明日が、元奥さんの誕生日で、今日は、元愛人の誕生日、678とつながってんだよねいや本当にね、 3月4月はね、はい、出費が多くて大変なんですよいや出費がえげつないあ、いつも火曜日なんだ、終えとこうって。あ、ナントさんありがとうございます。いや本当にね、でもすごく喜んでくれてさ、うちの娘も元嫁も珍しくメッセージくれたからね、家に送ったんだけどね、美味しく食べてくれたでしょうか。まあ、僕がラジオやってることも知らないし、多分そうなんですね、聞いてないと思うんだけどねいやほとんど知らないよ多分あまり公表してないからね。はい、ということで今日はね、まあ、あまり自治ネタが話せないっていうことがあって、うん、何を話そうかなと思ったんだけど、はい、今ちょっと僕の中ではもう、今もうドッピークで動いてることがあって、はい、まあ皆さんにもね、生活にも関係あることだし、これから将来に向けてね、必要な、まあ、インフラに関する、ね、仕事を今、お手伝いしてるんですけど、はい、EV 車のね、電気自動車 の、 チャージステーション、充電器、はい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 、あれが、先進国でも日本がもう圧倒的に少なくて、少ないですよね。まあ、いろいろね、政府の考えとか、はい、なんていうかな、いろいろタイミングとかあるんだけど、はい、卵が先か鶏が先かの話みたいな感じで、うん、ところがね、なんだろう、全世界的には、はい、EV 車にも完全に舵を切って、うん、アクセル全開な雰囲気がもう、去年一昨年ぐらいから来てるわけ、はい、だけどこの充電箇所がもう圧倒的に少ないっていうのが分かって、うん、気づくのが遅かったんだけど、インフラっていうのは普通先にやるじゃない。そうですよね、先にやって準備しておいて、はい、EV 車が販売されるっていう、はい、順序的にはそうだと思うんだけど、いきなりね EV 車がガーッて売れ始めたんだから、うん、で海外の EV 車も今日の新聞見たら相当もう去年から輸入してるわけ、うん、EV 車を、うん、ところがどっこいも日本では、先進国で一番少なくて、1万人あたり、2.5 基っていう、一番だからこれは低いんだよね、うん、これが、急がれてて、で政府からの補助金もね出てるんだけど最近これやり始めて分かったんだけどね、去年一昨年か2年前に国からの補助金が出たのが10億円、はい、でも10億円で、1年間で余っちゃったんだよね、うん、使い切れなかったわけ、EV 車が、まだそんなにたくさん、ね、普及してなかったっていうのもあるし、いくら政府の補助金が出るって言っても自腹もあるわけ、手出しも、はい、でそれを出しそびれてじゃないけど出し渋ってさ、はい、普及しなかったわけさ、補助金があまり使われなかったわけ、うん、で去年は、補助金が60億ついたわけ、お60億円、はい、それでまあ EV を扱う企業がね、はい、この持ち出しの手出しの分も全部出しますみたいな感じになって、はい、要は覚えてるかな皆さん、ヤフー BB とかさ
携帯電話無料で配りますっていう時期があったでしょ。ありましたね。あれと似たような感じで、はい、ただであの充電器つけますようになったわけよ。ああ、これは大きいですね。補助金もあるけど、はい、手出しの分まで、メーカー側がね、はい、持つ企業が持つってことになって、はい、EV 充電器の企業が、そしたらもうああもう自分ともつけたいつけたいってなって、去年60億でも圧倒的に足りなくて、うん、で足りなくて申請に間に合わなかった分も今年に持ち込まれてたわけよ。で今年の予算が100億円という予算ついたわけ、はい、だけど去年から、申請はしたけど設置できなかったっていうのが今回に持ってきてるから、もう全然足りないわけよ100億円じゃ、うん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 、だから上乗せして175億っていう、予算がついたんだけど、もうこれ申請が始まったのが4月1日だわけ、今月始まったばっかりだけど、はい、まあ実質土日だから、3日からかな、4月3日から申請スタートしたんだけど、もうすごい勢いで申し込みがで、9月までのこれ申請期間なんだけど、はい、この175億円は多分7月を待たずに枯渇するだろうっていう、もうそういう見通しになってるわけさ。だから早くこれ申請しないと補助金使えないところもいっぱいあるわけ今回ので、そういうものすごい流れになってて、うん、でその渦中に俺はいるわけ今。だからぶっ倒れたわけ。あ、そうなんですね。もうだって昼飯も食う時間もないし、いやそうですね、昼寝もできないし、はい、もう朝から晩までもうギッチギチのスケジュールアポでさ。お疲れ様です。で、あのうちのおふくろはデイサービスから5時に帰ってくるから、はい、これ間に合うすってか急いで帰ってきて、でご飯あげて洗濯して、でなんやかんややって洗濯干してね、いろいろこうやってで、ふっと行き着いた時にこのベッドでバーッと倒れて、そこから意識なくなって、はい、パッと目が覚めたら7時10分だったという。だから意識失ったのが5時20分ぐらいじゃないかな、5時20分か5時半ぐらいかもしれない。でちょうどもうこの間バタバタしてたんだよね多分ね、はい、キャン君とタンバちゃんはね、はい、バタバタしてました僕も連絡がつかなかったんで音楽かけようと思ってスタンバイしてたら、うん、タモコさん入ってきたんで、うん、え、ゲストさんもいるのってなってあ、そっか、それそうだね、はい、急だったから、だからタモちゃんも、あ、そうだったんですね、うん、急にゲストで国際映画祭の PR 来ないねってタモちゃんに連絡したのが、多分月ん日曜日だったかな、日曜日か、もう本当に寸直前ぐらいだったわけよ。でもう連絡するのもだからもうできないぐらいもうパッタパタしてたから、いや本当にゲストがタマちゃんでよかったよ。他の人だったら失礼極まりないじゃん。いや、タマコさんでも失礼ですよ。まあね、まあね、まあね、はい、だからタマちゃんには自分は謝っとくけど、いや、タマコさん本当に優しいんでずっと心配してましたよ。いやもう本当に申し訳なかったですね。まあ、そんな感じでこの EV 車のね、はい、あれをどんどん今、いろんなところでね、ただ今 EV の話なので、うん、ちょっと一つ気になるところあるんですけど、はいはいはい、EV って本当に、うん、実現できるのかなっていうのが、この完全 EV 化っていうのは本当に実現できるかなっていうのはちょっと疑問があるなっていうのはありますね。ああ、そうなんだ。特に日本においてやっぱ難しいところがあるなっていうのは、EV にどんどんシフトするんでしょうけど、やっぱりガソリン車が残らないといけない理由っていうのもいくつかあるなっていうのがあるんですけど、うん、まあね、あるね。その中の一つで、まあ今日エマさんがせっかく来ていただいてるんで、うん、北海道で EV は絶対ないです。なんで？航続距離の短さと、あ、これがね、どんどんね、まあ、一応バッテリー性能上がればもっと上がるだろうっていうのはあるんですけど、うん、もう一つ怖いのは熱ですね、うん、発熱しない問題があります。
エンジンだと発熱するんですけど、例えば、EV ってまあちょっと熱持ちますけど、うん、雪を溶かせるほどの熱って作れないので、で簡単に充電もできないじゃないですか、って考えた時に、大雪で、まあ、道で立ち往生とかなった時に、非常に怖い面があるので、多分日本で特に、まあ、北海道とか東北の豪雪地帯では、まだまだちょっと先になるんじゃないかなっていう懸念は少しありますね。いろんなね、今リーフとかアクアとかね、サクラとか、いろいろねこの EV 車出てんだけど、はい、かなり充電機能が、良くなってて、はい、長時間走るようにもなってきてるし、はい、でこの EV のチャージ機、も、まあ、3kW から 6kW、急速充電だったら 20kW、50kW、100kW っていう話でね、はい、いろんなのが充実してきてて、はい、まあ一般的には 3kg、6kg とかっていうのが普通充電っていう形になるけど、例えば 3kW だったら1時間の充電で、約 20km 走るわけ、はい、で 6kW だったら1時間の充電で約 40km 走るわけ、うん、だからこの EV のチャージステーションが、たくさん普及することによって、はい、行き場所行き場所に充電器があるから、はい、ちょこちょこ充電できるわけよ。だから結構ね、これが、充実すると、まあ、北海道でも、はい、まあ、一周しても何の不安もないかなって思ってるわけ、普及すればね、うんうんうん、だからこれのインフラがとても大事ってことで、まあね、ガソリン車がなくなることはないし、うん、まあ、ヨーロッパでもね、ね、いろんなところで2035年以降は、新車のガソリン車販売禁止っていう話もあったんだけど、それは流れたからね、はい、今保留になってるんだけど、うん、まあ、キャン君も言ったようにガソリン車が完全になくなるってことないし、まあ、その辺 の, コアなファンもいるしね、うん、あのエンジン音がたまらんとかね、はい、僕その派なんですけど。だよね、かっこいいじゃんね、ロータリーエンジンなんで、もうだってそういうファンにとってはもう電気自動車なんかね全然うんともすんとも言わないし、いやでも電気自動車もすごいメリットいっぱいあるんですよ。あるよ、あるトルクが最初から最大だっていうのもありますし、うん、そう初速がすごいんだよ、はい、だから、うん、よく日産のノートとかレンジエクステンダー式の EV とかっていうのは本当に加速性能も良くて乗り心地もいいっていうのはもう目に見えて分かってるんで、もうゼロ4なんかすごいからね、はい、だから僕はもう結構テスラとか電気自動車正直好きなんですよ、うん、でも導入しないなって思うのはそのステーションの問題と、うん、もう一つでもこれがあったら買うなっていうのは、うん、やっぱり家にその充電設備を作ることができて、うん、でなおかつ太陽光とかで、まあ、電気代も抑えきれますよっていうシステムを家に作れるのであれば、うん、すごくメリットあるなとは思います、うん、災害の時の蓄電池にもなりますからね。そうだからそこがね、国が政府がこれ EV を推してるのの一つに防災関連からもこの EV 車を普及させたいっていうのがあるわけよ、はい、だからチャージステーションで、どん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 、充電できる環境も作って、でそういう蓄電された車がもうそこら中走ってるわけよ。で万が一のことが なって、停電して電気がないとかっていった時にこの EV 車が大活躍するわけさ、うん、携帯電話の充電もそうだけど、はい、リーフとかあの辺だったら満タン充電にしたら、はい、家の電気とかね冷蔵庫とかエアコンも含めてもうまるまるね通常の生活で使っても、約4日間ぐらい使えるらしいんだよ、うん、それだけ充電できるっていうことだから、でそれがそこら中にたくさんあるわけじゃん、まあ、もちろん節電すれば1週間ぐらいも使えるわけですよね。そんな感じで防災の関連からもEV 車を普及させようっていうのもあるし、もちろん CO2 の削減、はい、うん、脱炭素、ね、クリーンエネルギーっていう感じでなんだけど、まあ実はさ、これ裏の話もこれは
行っとかないといけないから、はい、まあ、行った CM 挟んで後半ねちょっと裏の話をお話したいと思います。これはね本当は言いたくないんだけどね、これ立場的に言いたくないところ、スイスもね、あれなんですよ。でもスイス今暑いですよ、うん、あの日本の新しい技術で石炭から低コストで大量に水素を作るあの方法が最近できたので、今オーストラリアとめっちゃ提携してます、ね、だけどね、あの水素の充電ステーションがさ、あまりにもコスト高だから、はい、だから EV の方が簡単で、EV の方がまだ楽です、安くできるから、はい、だからこの EV 車にどんどんシフトしていってるんだけど、あのまたトヨタがね、とんでもないあの蓄電装置っていうかね、あれをあの発明したわけよ。これまでは、まあ、リチウムイオン電池って言って、はい、中に液体だから、はい、まあ、発火の可能性があったよね、はい、これ今回トヨタが開発したのはあの固形のすごい全固体電池です。全固体、あ、知ってるね。もちろんです。あれすごいね。全固体は前から注目されてるんですけど、全固体何が今までネックだったかって言ったら大型だったんですよ、うん、これ小型することが最近できてきてるんで、だこれトヨタがもう完全に特許取ってんじゃないの、多分今もう取得率高いと思うんです。だから世界的にこの全固体電池のこのトヨタの注目っていうのは今上がってるので、うん、そうなるよね。これが本当に実現できれば EV 時代はいけると思います。だからこれトヨタが開発したっていうのがちょっとミソです。ミソですよ、本当に。日本としてはありがたいです。すごいの開発して、はい、なんていうかな、そういう、まあ、特許も取っているんだけど、多分これをあんまり出さないんだろうな、多分。はい、中国とかに取られなくて本当に良かったな。ああ、だからヨーロッパがあまりにも自分たちの EV で売りたいがために EVばっかりにシフトするような法律作りしましたけど、うん、逆に中国が一番しめしめっつって儲かり始めたんで、やばいやばいってなってきてますからね。いやこれはね、だから今一番ヨーロッパが大変だと思います、うん、どっちに転んでも得をしない、うん、そうだね。まあでも充電、街中の充電設備インフラはね、結構進んでるんだよね、ヨーロッパの方で、はい、日本と違ってもう先にやってたからね。なんかスウェーデンとかフィンランドとかあの辺って結構進んでるらしいんですけど、うん、日本と違ってあんまり雪降らないらしいですね、うん、豪雪地帯じゃないらしい、うん、寒いは寒いんですけど、うん、だからあの EV の復旧ができ可能だって言われてるらしいんですけど、日本は結構豪雪地帯多いので、だそういったところでの EV はまだまだ難しいんじゃないかなという方はあるみたいですね、うん、そうね。まあジュジュさんもね言ってるけどね、うん、いやいやいや、でもね今直接俺は今関わっててね、ひしひしといろんな話を聞いたり、うん、いろんなところからいろんな意見聞いたりして、めちゃめちゃこの分野で勉強し始めてんだけどさ、正直自分はだから EV は親に使わそうかなと思って、次買うときリーフとかでいいんじゃないかなと、あの使い方的に遠出しない人なんで。俺もね正直言って EV よりは AV の方が好きなんだよね。ごめんね、あれ下ネタですか。キャン君がキョトンとしてるからさ、あれ下ネタですか。キョトンとして目が今言ってたからね。何を言ってんだろうって。今一瞬追いつけなかったです。あ、そう、急にぶっこんでくるなと思って。あ、エマちゃんは反応してますけどね。いや、あのそんなに、まあ、オーディオビデオの方の AV は僕も好きですよ。AV 嫌いな人いないはずよって。そうだよね、たまに見ないとね、ああいうのも見ないとあれだよ、人間として生物としてね、オスもメスも、そういうのはね大事です。まあ真面目
人もね、話しとかったね。はい、では間もなくです。はい、どうも、レッチ深呼吸をお届けしてます。 AV の話からひふみさんこんばんは。ついていけなかったないやね、本当にね、今いろんなところ回らせていただいたりしてるんですけど、このインフラ事業って僕は初めてじゃなくて、はい、今皆さんが持ってる携帯電話、うん、沖縄セルラー電話が、はい、沖縄県で開業して産声を上げて、はい、3年目ぐらいから俺携帯電話事業やってるわけよ。1台16万ぐらい売ってる時、メールも何もない、すごいですね、通話するだけの、はい、重たい、はい、バッテリーも持たない、はい、うるさい、はい、音量もピピピピピっていうのしかない、はい、あんなボロクソのね携帯電話16万ぐらいで売ってたんだけど、はい、その頃から、まあ、でもこれは絶対物も軽量化して良くなって世の中に普及するっていう確信があったから、あれを携帯電話ね、うん、au の販売ずっと、20年間ね携わってたんだけど、もう相当だからものすごい勢いでね普及したから、腰抜かすぐらいびっくりしたんだけどこんなにねこんなスピードで普及するかっていうぐらいな感じだったけど、あれはあれでね、はい、すごいやりがいがあって楽しかったわけよ。 目まぐるしかったですもんね、うん、だから自分たちが世の中を変えてるような意識だわけよ。あ、楽しいですよね、うん、そういうのってものすごいこうテンション上がって燃えたしね、あれはね素晴らしい体験だったわけよ。はい、あ、ひふみさん R がついてるねあれね、何特許じゃないけどなんていうかな、あれつけたん撮ったんだね、はい、ディキアホン自体か、ディキアホン懐かしいそうユンタクホンとかね、そういったのもいろいろあったんだけど、だからその頃から、うん、世の中のねこういった便利なインフラをしていくっていうのを一回体験してるし、で今回この白羽の矢が立ったのは、実は十数年前から、まあ、キャン君知らないけどこの話も番組で言ったことないかもしれないけど、はい、沖縄で電動バイクの販売代理店してたわけ俺。あ、そうなんですね実は10年11年ぐらい前かな、はい、もう早すぎたわけ俺は。確かに早すぎたんだけど、あの時代は早すぎですね。でも俺はめちゃくちゃこの電動バイクの良さ知ってるし、はい、さっき言ったみたいにもう加速がすごいから、はい、で、熱も持たないし静かだからさ、うんうん、こ不思議なんだよ、電動バイク走らせてんじゃん、キュイーって進んでいくんだけど、はい、でイヤホンしながら音楽聴きながら走ってるじゃん、はい、でそしたらもう本当に心地いいんだよね、エンジン音で消されないし、うん、で音楽聴いてなくても街中の音がダイレクトに入ってくるわけ。お、あ、まあ静かですもんね、うん、鳥のさえずりとか、はい、で海岸線走ってたら波の音とかね、はい、こういうのがこう入ってくるわけよ。あ、これ電動バイクって最高じゃんと思って、はい、まあだけどもう時代がちょっと早すぎたせいか、うん、まあ、そんなには沖縄県で売れなかったわけよね。だけどそこの代理店、沖縄の代理店では一番僕の方が販売してて、うん、でそのつながりで同じ会社が、この電動バイクとかをカンボジアとかフィリピンとかインドとかで大成功させて、はい、日本からね、日本じゃもうちょっとまだあれだなってことでアジアで販売したらも大成功して、いやもう向こうすごいですもんね、うん、それでまたドローンを始めて、はい、ドローンも大成功して、で今度はこの EV の充電器、はい、チャージステーションを普及させようってことで動いた時に、はい、あ、沖縄でアゲナさんがいたみたいな、はい、10年前の思い出してくれて、はい、俺に白羽の矢が立ったみたいな感じなわけよ。すごいですね。だからどこでどうつながるか分からんからね、はい、そんな感じで沖縄県任されて、はい、今僕一人で動いてるんだけど、はい、もうすでに、多分ね今月いっぱいか来月頭には、はい、1000機超えるね、ええー、設置場所がいやいや、まとまって
例えばホテルとかだったら、はい、あの10機ねとか、あ、はいはいはい、で宜野湾市も決まったから、はい、宜野湾市では100機とかね。いやそれでも1000機ってすごいですよ。で浦添市もあの来週決まるから、はい、それでまた100機でしょ、でうるま市も多分決まるからここでまた100機でしょ、はい、だからもうあっという間に多分もう1000機ぐらいだって、ホテル、マンション、コインパーキング、ゴルフ場、はい、あと観光地、昨日は、琉球ガラス村、はい、あっちも決まったから、であと病院とかね、うん、そこも今日決まったし、もう次から次へとこの補助金ってみんなね、俺びっくりしたんだけど、補助金扱うの今回初めてだけど、はい、補助金のこの食いつき具合っていうのが半端じゃない、みんな。おいや補助金でも、実際持ち出し分がね本来、あるから、はい、二の足踏むとこもあるかもしれないけど、今回のはもう補助金プラス、そのメーカーが全部出すから結局ゼロで設置できるわけよ、はい、これ大きいですね。大きい、めっちゃ大きい。だって1つつけるのに、はい、手出し40万とか50万かかるのを全額無料で設置できるという、でなおかつあの土地を貸すことができるわけですよね。そう、いやこれはいいビジネスですよこれね。もうでも175億っていう今回補助金の予算ついてるけど、はい、絶対足りないね。うん、あっという間になくなる。あっという間になくなりますね。もうみんなすごいもん、うん、しかももう今日だから言っちゃいますけど、今月のね4月20日木曜日に大々的に記者会見開くわけ。お沖縄県でもう新聞全紙、はい、テレビ全局で、それに関する雑誌とか週刊誌関係全部メディア読んでるから、マスコミ20日記者会見、今日決まった日程も。はい、楽しみですね。そうなのでちょっとねやばくなるよ2週間後そうだから、それで、僕もね、はい、バンバン走りまくって、そういう意味で来週の11日俺生放送できなくなったわけよ。なるほどですね、うん、18は大丈夫なんですか。怪しいな。いや一応18日は、はい、国際映画祭の後だから、はい、その報告もしないといけないので、はい、18は出ます、はい、出るけどもう20日に、記者会見でしょ、はい、もうとんでもないことになるから。いやこれとんでもないですね、発表したら、はい、全国に沖縄県が初めて、はい、先駆けて全国の県レベルで、はい、ぶわって出すのは初めてだからさ、はい、大変なことになるよ。おこれは楽しみですね。大変なことになります。リッキーさん時の人にとうとうなっちゃう。本当にね、だから人生って分かんないよね。分かんないですね。1ヶ月前は、はい、全くこの話もないし、はい、突然連絡来て、はい、もう急いで名刺も作りますからとかなんとかってバーって送られてきて、でえっていうもう考える余地もないぐらい、はい、そこベンチャーだからすごいわけよ、もうスピードが。いやスピード大事ですよ。でみんな、社員 もう今180名ぐらいいるのかな、もう東大慶応早稲田一橋この辺の、はい、もうチブラがいっぱいいるわけさ若手の。おしかも早い、みんな IT リテラシーが高い、はい、もう半端じゃない、俺ついていけない。もうメールももうすごい重なってるようなメールが来るけど、はい、どこが誰のものか何がどうなるのか分からんぐらいで、で Zoom で共有画面やってこの見せるでしょ、はい、画像とか資料とか、はい、あれもう俺突貫工事で覚えたんだから。おとんでもないから俺。お疲れ様です。今もう脳みそがパンクするぐらい勢いでね。いや今日のね、この、収録聞いてる人だけにしかこれはもうね、聞いた人しか分かんないけど、そんな感じで、今沖縄をねかき乱してます、自治体役所から
いろんなね、大きなところも動いてます。美ら島財団、美ら海水族館、首里城、この辺も全部行きます大変なことになってる。いやすごいですね。信じらんないよ俺、1ヶ月前とマジで、生活がゴロッと変わったよ。久しぶりにスーツ着てネクタイ締めて革靴履いて、はい、パソコン持って、はい、もうどのぐらいぶりかな、スーツ着たの。もうライブコマースする時間なくなっちゃいますね。そうなんだよそうそう、もうみんなからクレームを全然配信してないから、だから昨日は久々に配信したけど、だからもうできなくなるね、そういう配信も。全然環境が変わっちゃったからさ、まあ、でもこれも、今みたいな、スピード感とか時間で動いてるのは多分1、2ヶ月、3ヶ月ぐらいだと思うけど、そこからはちょっと徐々にね落ち着いてくると思ってんだけど、でも記者会見開くとプレスリリースすると余計殺到しそうでさ、怖いんだけど俺逃げていいかなやりっぱなしでポーって花火打ち上げてからいなくなるっていう。人雇ったらいいんじゃないですかあ、だからねこれを本社が東京の新橋にあるわけ、はい、そこから沖縄、応援部隊よこしますからって言ってんだけどさ、はい、どれだけ来てくれるのか分かんないけどさ、だって花火打ち上げてからこんなの俺に集中してもさ、はい、絶対無理だって対応できないって俺本当にやばいでしょ。いやすごいですね、ワクワクしますね。ワクワクしてる、もうめっちゃ楽しんでる今、はい、この楽しみはね久しぶりだね、このワクワク感とドキドキ感。ちなみにリキさん、じゃあここまで進めるからには、うん、次の車は多分 EV 買うんですよね。テスラにするんですかテスラにするんですか。いやいやいや分かんないけど、はい、まあ一応乗らんといけないだろうね。まあ、どんな車にするかとかっていうのもやっぱりちょっと楽しみの一つになってきますね。まあでも先の話だと思うけどね、はい、はい、それはもうボロボロ車を、乗り潰してからだねまあ今乗ってるのもハイブリッドですからね。ああそうだね、はい、いやでもこう時代のこの変わるところにこう立ち会えるっていう、このなんていうかな、ワクワク感とかドキドキ感で充実感、そういったのっていうのはなかなか味わえないじゃないね。そうですね、タイミング的にね、はい、だからそういうのがこう来たっていうのはラッキーだし、もうとんでもない感じで動いてんだけど、これもね心地いい疲れっていうかさ、うん、そんな感じでお酒も飲めないぐらい疲れるんだよ俺信じられると思う。あのリッキーさんがお酒を飲めないなんてはあ大好きなお酒がさ喉通らないっていうか、もうあ、ね、メール来てんだよね。あ、メールは今日は、あ、そっか、放送じゃないのでそうだね、すいません、もう頭がね全然ついていってないよ本当に、はい、喉の水分取られるよねって、まあね本当に喉もカラカラで、車運転しながら本当にこうおにぎりかじりながらサンドイッチ食いながら、車走らせて、昨日は弁当もらったんだよね、営業先で弁当もらって、あ、いいですいいですって断ったんだけど、弁当もらってさ、そこからかなりの距離移動しないといけなかったんだけど、車運転しながら弁当食べてたからね俺、信号で止まってカツを一口二口ご飯パーって言ってまた運転して、信号止まるたんびで箸を弁当に入れてね、弁当箱に入れて、はい、目的地まで完食したからねすごいですね信号待ちでいやそんなのも久しぶりに経験してさ、いや忙しいとそうなりますよね。うん、あ、山ちゃんありがとう、体だけを気付けて、まあねあれだよ、少しは痩せるんじゃないかな。いや本当にこれでこの 1,2 ヶ月で、いやシュッとした力さんも見てみたいですね。いやでもね
これだけ頭使って体を動かすじゃん、はい、食欲がすごいんだよある意味。まあまあ飯がうまい。そうですよね食べたくなりますよね。だから変わんねえかな俺。いや それ以上に使ってると思うんで。それ以上にね、はい、まあ、カロリーはやっぱりどれだけ使ってどれだけプラスするかプラスかマイナスかでよって、はい、痩せるか太るかになるからね、はい、頭使うと痩せますからね。結構カロリー使うらしいね。めっちゃ使います脳でね、はい、ありがとうございます今ちゃん。本当に体壊したら元も子もないから今そんな倍じゃないからね。だから自然にお酒が入らなくなってるのかな。ね、体バンバン使ってるからもう爆睡、うん、普段以上だ。俺ショートスリーパーだったんだけどさよく寝る最近だから疲労困憊してるから。もうお疲れ様です。気をつけてくださいね本当に。もういやいやでもリキさん会えなくなったらもう寂しいので、いやいやいや別にあっち行かないよ行かないけどさ。でも、はい、めっちゃくちゃ車運転してるしガソリン満タン入れても、はい、もう減るのが早い。もうあっという間に半分ぐらい。あの車で早いってことは相当ですね。だってもう南から北バンバンも高速もガンガン走ってものすごい移動距離だよね。僕の車だったら当たり前なんですけどリキさんの車でその減り方はいや本当にねもう信じらんない。俺の1ヶ月前の俺とは別人だね。いや、うん、びっくりしましたねいや本当に俺がびっくり。激変ですね。激変全てがもう変わった。まあ髪型も変わったけどねでバタバタするからと思って、はい、とにかく短くしようと思ってさ、はい、短く、した時にいつもこの時期って春先って俺染めるわけよバッて、はい、まあ、忘れたかもしれないけど、はい、だいたい染めてるわけさ。でもう店長ももう俺の髪を触って、20年ぐらいになるからさ、はい、分かってるわけよ。あもう今回もうカラー入れますねとか、はい、あそうだったなと思って俺が思い出してからやってもらってこんな感じだけどああね僕も早く切りたいです。いやぜひね。いや高坊さんもね山さんもありがとうございますね。いや今日は本当に収録でしたけど、うん、今のね、まあ現状の、うん、話と、まあ皆さんにつながるこの、またこれは続編もありますので、ね、進捗状況とかも話してきますけど、それと、15、16日の、沖縄国際画祭こちらぜひね。で15日は、沖縄か琉球海援祭と重なってますけど琉球海援祭は、宜野湾の海浜公園トロピカルビーチあたりから花火がね上がりますのでだいたい夜、8時ぐらいから上がるかなという形になってますので、近くで見る方は、音楽も聞こえますからね、曲と花火のイリュージョンというかね1万発の花火がね上がりますの で16日は、那覇の国際通りでお昼頃からレッドカーペットあります、僕も歩きますレッドカーペットね、楽しみにしてます。でこの報告を、18日来週の火曜日にね、皆さんにお知らせできると思いますのでその2日後に記者会見があります。もう新聞テレビ局みんな来ますから、うん、多分皆さんの目に耳にね、触れることあると思いますんで、ご期待くださいそんなもう全国にこれ配信しますからね、大変なことになります。僕はなるべく出ないようにします あくまで僕ら黒子ですからね、はい、表に出るのは、松川宜野湾市長とかはい、はい自治体の長とかねいろんな、会社の企業 の経営者とか、そういった団体の代表がね、表に出て、やりますので、沖縄から の EV 充電器インフラ、これをしっかりやってきますので、また交互期待、お知らせしたいと思います。今日は本当に、収録ですが、ツイキャスの方はね、高本さん山さんもね
皆さん本当にありがとうございましたということで、4月11日の、放送、4月7日の収録でした。で来週18日は、生でねお届けしたいと思いますので、皆さんまた遊びに来てくださいねということで、はい、元気にお会いしましょう。また来週、さようなら。ありがとうございました。キャン君もありがとう。ありがとうございました。はい、また来週はね、サチが来るのでよろしくね。